リーガポルトガルには、スポンサーシップにより、リーガポルトガルにサブセグとして知られる、ポルトガルのプロサッカーリーグであり、プリメーラリーガに次ぐ、国内2番目のリーグである。リーガポルトガルに主催され、18チームで争われ、上位2チームがプリメーラリーガに昇格し、下位2チームがリーガ3に降格する。創設当初は、セーグンダ・ディビゾン・でオンナと呼ばれていたが、 1999年にセグンダリーガになり、2005年にリーガでオンラになり、2012年に再びセグンダリーガになり、2016年にリーガプロに改名された。2007から08シーズンからポルトガルのミネラルウォーターブランドであるビタリスがスポンサーとなったことに伴いリーガビタリスと呼ばれていたが、2010から11シーズンからはリーガオランジーナと呼ばれることになった。 2014から15シーズンと2015から16シーズンは24クラブだったが2016から17シーズンからは22クラブで争われる。総当たりのホームアウェイ方式で争う。シーズン最終順位の上位2クラブはプリメーラリーガへと自動昇格し、下位2クラブがリーガ3へと自動降格する。ただしリザーブチームはトップチームと 同一カテゴリーに所属できない規定により、トップチームが降格した場合は、順位に関係なく、降格となる。ベンフィカ B アカデミカ AC、ビゼウアローカブラガ b C、ピエダーデストリルファマリカンデーションイスオリーブエ、イレンスピーフェレーラペナフィエルポルト BSP、コビランバルジン V ギマランイス B、ファレンセマフラ2018から19、シーズン所属クラブの所在地。ありがとうございます。